歌手のジュジュさん。NHK 世界は欲しいものにあふれてるという番組に出演されてますが、物へのこだわりが半端ない人ですよね。ジュジュさんのことが気になったので調べてみることにしました。泣き歌の女王と呼ばれるシンガージュジュさん。あの見た目と雰囲気からハーフかクォーターかと思ったら、ご両親ともに純日本人だそうです。スコッチウイスキー好きにして酒豪で、好きな食べ物は唐揚げ、趣味は読書とハイヒールを集めること。これだけでとってもユニークですよね。生まれは広島県庄原市で、本名は園田純さん。以前は年齢非公表でしたが、実は1976年2月14日生まれの44歳。父母と姉との4人家族でした。学歴は庄原各地高等学校を卒業。高校在学時は陸上部で、勉強は英語だけは得意だったとか。なぜなら小学校時代から実家が交換留学生の受け入れ先だったことや、叔母の経営するホテルには外国人が常に宿泊していたので、普段から英語に免疫があったからだとか。ジュジュさん、なぜ勉強しなかったのか。それには2歳上のお姉さんが密接に関係しているのだとか。姉のみゆきさんは勉強のみならず、何をやってもそつなく完璧にこなし、性格も何一つ文句を言わない、まさにスーパーガールだったとか。だから常にジュジュさんはよくできるみゆきの妹と呼ばれる存在だったのだとか。当然両親や親戚からも全力で期待される姉とは逆に、常に劣等感に苛まれ続けたのだとか。しかし4歳の時のある出来事が、まさに人生を劇的に変えるきっかけになったのだとか。ある時親戚の集まりで初めてマイクを握って歌った時、いつも姉ばかり褒めてる親戚の人たちがめちゃくちゃ褒めてくれたのだとか。おや、歌だったら唯一姉に勝てるかも、そう思う1年で歌った曲はなんと細川たかしさんの北酒場だったのは、ユニークなジュジュさんらしいかも。人前で歌を歌うようになったのは、実は幼い頃の姉に対するコンプレックスからだったんですね。小学校時代には数々のカラオケ大会で優勝するほど、周りの人たちもとっても音楽好きで、おじは演歌、おばはジャズやシャンソンやムード歌謡、その下のおばはイタリアっぽい音楽、母はディスコミュージックといった具合に、周りでそれぞれが好きな音楽を勝手に聴いてる環境の中で育ったといいます。とりわけ母親の親友が経営するスナックが一番のお気にスポットだったのだとか。幼い頃から大人の中で育ったから、耳も目も肥えていたんですね。しかも小学校6年の時にはハウスミュージックやクラブミュージックにどっぷりとハマっていたといいます。ジュジュさん自身も当時の自分をハスに構えた子供だったと振り返ったほどだったそうです。また学生時代に京都での DJ など音楽活動を始めて、何より18歳の時に行ったニューヨークでの経験が人生を大きく変えるきっかけになったそうです。ジュジュさんの高校は進学校でしたが、高1の時には歌手になることを決断。高2の時に進路指導の教師に、歌手になりますと言ったら、はあ？バカじゃないの？と一蹴されたそうです。それでも頑なに反対する両親に、認めてくれないなら高校を辞める、でも大学に通う4年間という膨大な時間とお金がかかったとしても、私は絶対に歌手になりたいから、全部が無駄になる、これだけの金額を無駄にするけれど、それでも大学に行かせたいですか？両親はぐうの音も出なかったそうです。大学4年間分の学費だったはずのお金を
まんまとニューヨークでの生活資金として出させる約束をがっつり取り付けたというのですから、なんという男前なやり口でしょう。全く根拠はないけど、行きさえすればなんとかなる。と、18歳でニューヨークへ単身渡米。ジュジュという芸名自体、ユニークですが、その個性的な芸名の由来とは、2000年のとある日、翌日までに、シンガー名を決めなくてはいけない時に、ニューヨークの路上で売ってたカセットテープの中に、当時、聴いてたジャズサックス奏者の、ウェイン・ショーターのジュジュを見つけ、天の声だ、と、あやかることにしたのがその由来。なんと、ニューヨークの道端で拾ったんですね。次第にニューヨークでの路上活動が、日本でも話題を呼ぶようになり、日本国内のほぼ全てのメジャーから、デビューオファーを受け、2004年、鳴り物入りでのメジャーデビュー。ところが、初シングル光の中へからの続けて2曲が全く売れず、以降2年間リリースを凍結され、歌手生命が終わりかけた時、音楽プロデューサーにそれまでのジャズの歌唱から離れるように諭され、2006年リリースした3曲目、奇跡を望むならが優先総合チャートに22週連続チャートイン、2007年優先年間総合チャート1位を記録し、まさに背水の陣からの大ブレイク。すでに32歳を迎えた遅咲きの歌姫が誕生した瞬間でした。その後のジュジュさんの凄まじい活躍は、翌年世界最大のスナックに見立てたライブジュジュエンのスタートであったり、2009年シングル明日が来るならが映画余命1ヶ月の花嫁の主題歌となり、年間配信チャート1位を記録、配信累計300万ダウンロードを突破。2010年カバーアルバムリクエストは、女性シンガーのカバーアルバムとして史上初のオリコン2週連続1位を記録。2011年10月10日のジュジュの日に、ブルーノート東京で初のジャズライブを開催。同年初のジャズアルバム、デリシャスで、念願のジャズシンガーとしてもブレイクして、2012年伝説の番組 MTV アンプラグドに出演。2013年、アニメ宇宙戦艦ヤマト2199のエンディング曲のディスタンスでは、第46回日本有線大賞有線音楽優秀賞を受賞。ジャズのスタンダードから昭和歌謡曲まで、幅広く歌いこなすジュジュさん。今や映画やテレビ、CM のタイアップ曲には欠かせないほどの存在にまでなりました。歌っても歌っても鳴かず飛ばずだった頃からは、想像できないくらいの成功を収めたわけです。彼女は振り返ってこんなことを言ってます。嫌な自分も、弱い自分も、消したい自分も、そんな過去があるから今の自分がある。今、整った環境で、私を見に来てくれる。人の前で歌えるのは、幸せなことなんだ、と思えるのも、過去があるから。だから、土佐回りも、全部必要だったわけです。やりたくないことをあげれば、キリがないんですけど、後から生きていく上で、こんなことしなきゃよかった後悔よりも、あの時、これやっておけばよかった。後悔の方がしたくない。その後悔を残さないようにしている中で、どんどん次につながっていきました。追い詰められて逆境に立たされても、前だけを見て突き進んだ生き様が、ジュジュさんのすべてだったのではないでしょうか。その生き様が、今となっては、とても意味深にも感じたのは、私だけでしょうか。その言葉は、まるで、誰かに話して聞かせてるような、そんな気がしたのです。その誰かとは、セカホシの相棒であり、弟のように公私ともに親しかった、俳優の三浦春馬さんです。もちろん、そういう意味で喋ってはいないのですが、でも、わかる気がします。何がかというと、
あの三浦春馬さんが姉貴と慕ってた理由は、こういったジュジュさんの何事も人生の糧と捉える強い心の持ち主だったからかもしれませんね。ジュジュさん、先日の無観客生配信ライブでセカホシテーマソングリメンバーを泣きながら熱唱し、その思いをこんな風に、世界は欲しいものに溢れてるの話をし始めると、いろんなことに触れた方がいいのかなと思うのですが、ただそれをやるためには私の思い出がたくさんあるので、そのお話をすべてするには私の思い出の倍の時間がかかります。そしてそれを今ここでやってしまうと、皆さんここから 4,5 年抜け出せません。今の私の気持ちを簡潔に言えることはありません。今の私の気持ちは、さっきのリメンバーに込めたつもりです。これからもいろいろな気持ちを自分の中で噛み砕いて、私なりのやり方でいろんな思い出の折り合いをつけていきたいです。精一杯の言葉だと思います。途中、ジュジュさんは感極まり、突然後ろを向いて、わあと絶叫してもいました。彼が旅立つ2日前の番組収録では、いつもと変わらなかったそうですから、突然の別れは想像を絶する衝撃だったことでしょう。ずっと前に決まっていたはずの今回のライブは、あたかも三浦春馬さんへの追悼の歌を捧げるためであったかのように、この日であったというのは本当に不思議な巡り合わせとしか思えません。ジュジュさん、これからも日本だけでなく世界に向けて熱唱し続けてほしいです。彼の叶えることのできなかったブロードウェイへの夢のためにも。いかがでしたか？あなたはどう思いましたか？私はジュジュさん、自分の好きなことや夢を腹をくくって追い続けていく、そのピュアで豪快な生き様に気づかされるものが多かったです。人生は自分の思ったよりも短いものですから。しかし今回のことではジュジュさんのことが心配ですね。それではまた次回お会いしましょう。